後半戦はトライスターズのキックオフで試合再開となります。キックオフキッカーはトライスターズ13番の中塚。このキックは外へ出まして反則となります。キックオフのキックは外へ出してはいけません。この場合リターンチームは出た位置から5ヤード前進した地点からの攻撃か、5ヤード下がって蹴り直させるか、あるいは30ヤードのバッタリとして自陣35ヤードの地点からの攻撃を得ますが、愛知は5ヤード下げてのキックオフやり直しを選択しました。トライスターズ自陣30ヤードに下がりましてのキックオフ。さあ愛知リターンに入った。これはナイスリターン。右サイドラインには密集点をつきまして30番ハーフウェイ付近まで返す見事なリターンを決めました。素晴らしいリターンをしましたのは愛知ゴールデンウィングス30番の近藤。本日もレシーバーとして再三見事なキャッチを決めております。愛知自陣48ヤードからファーストダウン10。さあ今度はランニングバックに入りました30番ハンドオフを受けました左オフタックルを突破、約3ヤードのゲインとしています。キャリア30番は近藤。愛知相手陣49ヤードからセカンドダウン7。さあ大きなランになった。ナイスラン、ファースター。ここでオプションプレーを選択しました。クォーターバック7番は自らキープ、そのまま大きく中央を切れ込みまして一気にロングイン果たして攻撃権更新です。愛知ゴールデンウィングスファースター。素晴らしいラン決めましたのはクォーターバック7番の長浜でした。愛知相手陣12ヤードの位置からのファーストダウン10。今度はランニングバックにボールを託します。キャリア27番ハンドオフを受けまして右オフタックルを突破図りました。タックルを受けましたがしかし着実に約3ヤードゲインとしています。キャリア27番は高橋です。チャットラン、TK 様、長浜さん、さすが先ほどのクォーターバックの素晴らしいランプレーに対する賞賛です。スピーディーというふうには見えませんが素晴らしいスピード、見た目には感じられない素晴らしいスピードでこのフィールドを疾走しております。パス不成功、ナイスパスカット。
その長浜、ここでラッシュを受けましたが、素晴らしいステップワークでエンドゾーンへのロングパス、タッチダウンを狙わんとしましたが、これはしかしトレサーズ27番見事にパスカットし、パス不成功としています。素晴らしい個人技をお互いを見せ合いました。素晴らしいステップワークでパスを投じたのはクォーターバック7番の長浜、これを見事パスカットしたのはトライスターズの27番佐川でした。愛知サーダンセブン、パス成功している。しかしトライスターズナイスカバー、ターゲット18番キャッチアンドラン図って短いパスをキャッチ、そこから突破を図りましたが、しかしトライサーズディフェンス集まりよく攻撃権更新ならず、フォースダウンとなっています。愛知フォースダウン4フィールドゴールトライ、この状況もキックにより3点追加を図ります。キックレングスは27ヤード。キック成功、3点追加。愛知ゴールデンウィングス9点、トライスターズ3点、リードを広げる形に成功しました。非常にディフェンス拮抗する展開となっております。双方とも攻撃の突破口となるプレーは出ておりますが、しかしこれをディフェンスがギリギリでしのぎ合い、フィードゴールの応酬という形でこの試合は推移しております。その中におきまして愛知ゴールデンウィングス毛利が着実にフィードゴールを決めまして、現在9点という形でその差6点としております。さあトライサーズ、この状況を突破できるワンプレーがこの攻撃シリーズで生まれるでしょうか。まずはこのキックオフリターン注目しましょう。愛知ゴールデンウィングスキックオフ、トライサーズリターンに入った。愛知素晴らしいリターンカバー、リターナー22番、左にカットバック切ろうとしましたが、これをすかさず愛知38番タックルしまして、このリターンを20ヤード付近で阻止しております。素晴らしいタックル決めたのは愛知38番の神戸。トライスターズ自陣23ヤードからファーストダウン10。ランプレーによりまずトップは図りましたが、しかしこれは愛知ディフェンスカバーよくこのランプレー阻止されております。愛知53番、そして47番、素晴らしい対応でした。愛知47番は川口、トライサーズセカンドダウン13。さあインターセプトが発生している、タッチダウン。ここでトライサーズパスプレーで打開図ろうとしましたが、そのパスを取りましたのは愛知19番、インターセプトによりそのインターセプトした19番そのまま一気に相手エンドゾーンを陥れましてタッチダウン。インターセプトリターンタッチダウンで愛知ゴールデンウィングス6点獲得となりました。素晴らしいインターセプトリターンタッチダウン、ピックシックスを決めましたのは19番ディフェンスバックの金井でした。愛知トライ4ポイント、タッチダウンの後のワンプレーです。
キック成功1点追加。愛知ゴールデンウィングス16点、トライサーズ3点。愛知がさらに得点を広げるタッチダウンを決める形になりました。そのタッチダウンはディフェンスから生まれました。双方ともその守備合戦というその象徴ともいうべきインターセプトリターンタッチダウンで愛知リードを広げる形に成功しております。さあ状況打開を図るタッチダウンはディフェンスから愛知のディフェンスが生み出しました。これによりその差が生まれる形になっておりますが、さあトライサーズこの攻撃シリーズで取り返すことができるでしょうか。愛知キックオフ。トライサーズリターン。ナイスリターン。相手カバーの一瞬の乱れをつくように中央へ切り込みましたリターナー。ハーフウェイ付近からの攻撃はいます。素晴らしい判断でこのリターンを決めましたのはトライサーズの2番のプレイヤー大畑でした。さあトライサーズ自陣48ヤードの位置からの攻撃になります。トライサーズファーストダウン10。さあこれはナイスプランでした。ランニングバック2番ハンドオフを託されまして22番ハンドオフを託されまして中央突破し約5ヤードのゲイン。味方ブロッカーもうまく生かしたランプレーでした。見事なランを決めました。ランニング枠22番は高島。ここでウォーターブレイクが入ります。今シーズンブロック上位3チームが X2 に昇格となるビッグシーズンとなっています。その初戦もちろんその白星に大きな意味合いを持ちますこの1戦目愛知ゴールデンウィングストライサーズはその熱意あふれる守備陣の奮闘によりまして拮抗した戦いになっておりますがその状況打開をまず図りましたのはその守備陣からのビッグプレーインターセプトでした。これによって愛知ゴールデンウィングスが現在リードをする形になっております。この試合の配信は X26 チーム X313 チームの全19チームによる共同企画によって実現しております。画面上映し出されました企業様そして個人様のさまざまなご記者によりましてこの配信は成り立っております。さあウォーターブレイクを解けまして試合再開となります。トライサーズ相手陣47ヤードからのセカンドダウン5。これは愛知がナイスディフェンス。中央へのランプレーによってまず打開を図ろうとしましたトライサーズでしたがこれは愛知ディフェンス陣殺到しこのランプレー1ヤードロスに変えています。アネゴリ TV 様暑い中お疲れ様です。皆さん頑張ってください。メッセージありがとうございます。9月とは思えない非常に暑い天候そして湿度も高い状況です。人工芝非常に厳しい中しかし互いに熱意あふれるプレーがその熱さ暑さを吹き飛ばす素晴らしいプレーが続出しております。キュービーサーク。
ここでトライサーズはパスにより突破を図ろうとしました。しかしそれを見計らって愛知53番が QB を倒し、 QB スタック、パスを投じる前に仕留めました。見事 QB スタックをしましたのは愛知ゴールデンウィングス53番のプレイヤー浜谷、素晴らしいプレーでした。トライサーズフォースダウン13、パントフォーメーションを選択します。ランナーには愛知1番がセットしております。このパントは愛知陣20ヤード付近で外へ出まして攻守交代となります。素晴らしいコントロールされたパントでした。ここはトライサーズ同じくキッキングで見せております。中塚が素晴らしいパントによりまして自陣の苦しい状況を打開図らんとしております。共に守備そしてキッキング陣の活躍によりまして非常に締まった試合の展開となっております。さあ今度は愛知の攻撃、愛知自陣22ヤードからファーストダウン10。さあタックルを外へ飛ばしたタックルスプレッドフォーメーションでそのブロック力を生かしての左オープンランプレーを展開しました。パスを取りました0番、キャッチアンドランしまして約6ヤードのゲイン、見事キャッチアンドラン決めましたのはワイドレシーバー0番の荒川。愛知セカンドダウン4、ボールオンは自陣28ヤード。今度はランニングバックにトスを飛ばしてのランプレー、右スイープで突破を図ります。しかしこれはトライサーズに踏ん張った。しかしゲイン3ヤード奪われております。キャリア愛知は30番の近藤。愛知サードダウン残り1ヤード、さあ中央ダイブプレー、しかしこれはトライサーズナイスディフェンス、このランプレーノーゲインで阻止しフォースダウンと変わります。愛知フォースダウン残り1ヤード、パントフォーメーションを選択します。パンターは57番の鈴木。これをトライサーズ果敢にリターン試みました。カバーチームにアタックされましたが自陣30ヤードを確保しています。かなり勇気のいるキャッチアンドリターンでしたが11番の伊藤、これを見事決めまして自陣30ヤード付近を確保しています。トライスターズ自陣31ヤードからファーストダウン10。まずランニング枠にトスしまして左オープンをつかせました。
スイーププレーで外を狙いましたが、しかしこれは愛知ディフェンス陣がかわよくゲインなし。セカンドダウンに変わります。トライスターズセカンドダウン10。パス成功、ナイスキャッチ。クォーターバック21番、右のワイドレシーバー18番にパスを通しまして約5ヤードのゲイン。厳しい状況をワイドレシーバー18番の勝山見事キャッチしました。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして愛知ゴールデンウィングス16点、トライスターズ3点。攻守方向入れ替え、最終クォーター第4クォーターに移ります。